つて魔法使いたちが憧れ、英知の聖域とされた魔法使いの塔は王国の衰退を望む反乱勢力に占拠され、今や邪悪の象徴として恐れられる。君たちは暗い部屋の片隅で、自由になった精霊はこの…さて…塔の上層階にある研究室へは、隠されたエレベーターから登る。部屋は行き止まりで、階段や通路は見当たらない。慌てた研究者は実験を放り出して逃げ出した。制御を失ったビーコンの中身が暴走して、you
い部屋で身動きが取れず、キマイラは体育を折り曲げたまま絶命した。この生物が次々と作られるようになれば、王国に大きな災いをもたらすだろう。迷いの森は来た道を見失うほどに同じような森林がどこまでも続く。森から出る道を知るのはこの森にとっての意味があると言われている。仕留めてやる。君が振り返る森を抜ける道は二つある。一つは、さて、君たちはその獰猛な怪獣の噂を聞いたことがある。北の王国の多くの騎士はその怪獣に挑む犠牲者となった。Stop!
殺人ウサギを退治した。どこからか聞き覚えのある声が響いた。栄光はお前たちのものだ。海岸の裂け目から続く洞窟は内部が広く、まるでもう一つの海のようだ。この辺りは船乗りが恐れる海域で、多くの船が消息を絶った。
ちは海の中から、彼女はクラーケンに追われて。さて、クラーケンを洞窟に隠れ、腹をつかせると沖合で船を襲って、君たちは無謀とも思えるクラーケン大使の立場に立つ。出番だな。いただき。何？座礁した船が動き出した。海中から何かが船を引っ張っている。触手にマストをつかまれた。このままでは船がひっくり返されてしまう。傷ついたクラーケンはこの洞窟の先へと逃げて。絶好の機会だ。任せな。楽勝。君たちはクラーケンのねぐらに近づいてきた。クラーケンは小遊石の足を投げつけて洞窟を崩そうとした。恐ろしい海の怪物クラーケンにとどめを刺した。多くの船乗りたちが君たちの勝利に感謝を捧げるだろう。